春の川、東へ流るは、中華民国で1947年に制作された映画、同映画のテレビドラマ化作品、和江春水無き登流についても講述する。日中戦争時の上海、重慶を舞台に、後日に身を投じた青年の堕落とその家族の、離散悲劇を描いた長編作品。八年離乱、天領前後の二部からなる。 日本軍による傷も言えぬまま再び国境内戦へと突入した当時の中国で人々の共感を呼び空前の大ヒットとなった。現在も文化大革命以前の中国映画を代表する古典として知られ2005年の香港伝令金像進むで最も優れた中国語映画ベスト100に選ばれている。本作の題名はリークの詩グビ人原文の一節文君 よしやり一句と売れ、あたかに、風へ春水向き闘流を引用したものである。上海の盲石工場で働く祖父は、夜間学校の教師、長田大義と恋に落ち結婚。一年後には、息子が誕生した。折しも、日中戦争が勃発。愛国心に燃える中寮は救護隊に加わり、従軍するが、やがて、日本軍に捕らえた。待っていたのは過酷な強制労働だった。 祖父は、中梁の教義に身を寄せていた。そこへやってきた日本軍の横暴な振る舞いに抗議した、中梁の祖父は、処刑されてしまう。祖父は幼い息子と中梁の母親を連れて、上海に戻り、大勢の難民がひしめく、収容所で窮乏に耐えながら、夫の無事を祈っていた。やがてその住処も日本軍に接収され、祖父たちは路頭に迷う。一方、 なんとか脱走し様々な真ンの末重慶に、たどり着いた中良は、旧地の王霊鎮に庇護を求め、彼女の岐阜の会社に職を得た。社交界の花形、霊鎮と、親密さを増すうち、戦時下とは思えない、華やかで贅沢な世界での暮らしに、中良はやがて自分を見失い、霊鎮と同棲し、協楽的な日々を過ごすようになっていった。八年にわたる戦争が、 ようやく集結し、勝利に沸く上海。園の支度に忙しい南文園の屋敷に、女中として働く祖父の姿があった。困窮の中必死で家族の生活を支える祖父の目に、映ったのは、着飾った霊鎮とダンスに興じる夫中良の姿だった。中良は、霊鎮の重視である文園とも関係を持つ、自堕落な変節感となっていた。 ようやく再会した夫の変わり果てた姿、そして裏切り。絶望した祖父は、支中を流れる広補校に身を投げた。その川辺では、老いたシュート目の悲痛な同国が、いつまでも続くのだった。中華人民共和国で2004年に、撮影、2005年に放映された全30話のテレビドラマ、大陸と香港のスター4人の顔合わせが、制作時の話題となった。テレビ版は、 映画の大筋をほぼ忠実に再現しつつ、新たに創作した人物、小焼に大きなスポットを当てた。内木は主役の一人として、超忠義と対照的に描かれ、物語は、江南の水橋、カラス人にある五家のお家騒動で幕が開く。この改編に伴い、中寮と祖父は五家の使用人出身という設定になっている。風へ春水無気刀流に関するカテゴリー。 ありがとうございます。